皆さんこんにちは。アルビレックス新潟の渡辺大輝です。いつも応援ありがとうございます。岡山戦は、先制したにもかかわらず連続失点をしてしまい、最低の勝ち点1をつかむことができましたが、集中力が続かなかった試合となってしまいました。今週土曜日の4月13日は午後2時からモンテリオ山形との対戦になります。山形は首位のチームです。自分たちは、首位のチームを倒して勢いに乗りたいところです。ビッグストアンは周辺が桜が満開です。山形戦は試合の前後に桜にちなんだイベントやグルメもたくさん出ますので、ぜひ足を運んでください。勝って万歳、そして乾杯ができるように走ります。皆さん応援よろしくお願いします。